なんか超注目されてるわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。これは生きてるの？生きてるんすかね。悪いけど、アンダイ姉さんに言われてんだわ。人間俺通じてマジやべえって。で、俺らロイヤルガードでエレベーター前を通行止めにしてんの。これがロイヤルガード。なるほどね。パピルスが憧れとったやつや。まあ、エレベーター止まってっけど、アンダイ姉さんのためには手抜けないっしょ。何クールだね、君。なにこれ、船戻れるの？タリラリラー。私は川の私森。いえ、お気になさらず。趣味はボートに乗ることです。ご一緒にいかがです？ボート乗る。どちらまで参りましょう。おー。スノーフル、ウォーターフェル。ウォーターフェルっていうのはさっきなんか言ったやつよね。スノーフル。スノーフルってどこやっけ？あの、パピレスたちがおったとこ？では参りましょう。ね、またここまで連れてきてくれるよね。じゃないと嫌なんですけど。どこから出るんかはちょっとわからんけど。タリライラー。犬と一緒に遊ぶ時の定番は何？私の友達が知りたがっているのです。犬と遊ぶ時の定番？ボールじゃない？あ、ここにたどり着くんや。え、で、また来てくれる？またどうぞ。タリラリラー。おるんやろうね。ウォーターフェルに連れてって、ボート乗ります。どちらまで参りましょう？ホットランド、ウォーターフェル。では参りましょう。なに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 、すげえ。え、やっぱり変わったよね、ボート。さっき走ってなかったやん。タリラリラー、テミー村はどこにある？消えるランタンの部屋の直前にあるエリアです。タミー村？消えるランタンの直前にあるエリア？どこのことだ？またどうぞ。タリラリラー。ウォーターフェル。そこの若いの、ガラクタばかりじゃが、買っていかんかね。特にやね。ちょっと待って、ここは一体、ウォーターフェル？ウォーターフェルっていうのは、ここのことか？この、ここのこと？どこがウォーターフェルなの？ちょっとよくわからないんだけど。ちょっとよくわからないんだけど。あ、でもとりあえずここから来たのね、あいつは。え、ってことはまたあれか。要は進みたかったら、あ、ほら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 、やっぱり猫の首がない。乗ります。ホットランドまで戻ろう。なんで常にさ、左に行くの？そっちじゃないじゃん、方向。タリラリラー。今日はズボンをもっともっと重ね着しておくべきでした。なんで？どうして？なぜズボンだけ？なんかパンパンになりそうやけど。なんなの？世界は丸いということかな。またどうぞ。タリラリラー。これ横とか行ける？行けんのかい？なるほど。まあ、これでいつでもいろんなところに行けると。あ、ラブこっち。なるほどね。なんか超注目されてるわ。めっちゃ注目されてるわ。怖い。これは自分？自分だね。暗くてよく見えない。ほら、もうどこに行っても映されとる。怖い。何もかも暗くてよく見えんやん。なんかこれ、ドッグフード？何？誰？向こうからすればこっちがやろうけど。もしかして、カメラの様子を見てやってきたとか。え、嘘？もう来ちゃったの？お風呂入ってないし、服も適当だし、掃除してないし。何？私はお客様ですか？あ、はじめまして。私はアルフィー。アズゴア様直属の研究員だよ。あ、いいよっとアルフィー、これや。でもね、違うの。私は悪者じゃなくて、実はあなたが遺跡を出てからずっと画面越しにあなたを観察してたの。何？変態ですか？熱いバトル、熱い友情、全部見てたよ。本当はあなたを止めるのが仕事だったんだけど、画面の中の人ってつい応援したくなっちゃうでしょ。だからその、協力してあげることにしたの。任せて。私、ホットランドのことなら何でも知ってるから。アズグアのお城の行き方ももちろん知ってるよ。ただ、その、一つだけ問題があって、
ずいぶん前にね、メタトンっていうロボットを作ったの。もともとはエンタメロボットにするつもりだったんだ。ロボットアイドルみたいな。でももっと使いやすくするために最近改造して、実用的な機能を少しだけ追加したの。例えばその、対人間バトル機能とか、もちろんあなたが来るのを見て、私すぐにそんな機能を解除しようとしたよ。ただその時ちょっとだけ失敗しちゃって、メタトンはその人間の血に飢えた殺人マシンになっちゃったんだ。なっちゃったんだじゃねえわで、はぁ、でもバッタリ出くわさなきゃ大丈夫だよね。来る？メタトン来る？飽きそう。おお、来たぞ。今の音は私に聞かないで。メタトン来てるよ来てるよ来てるよ。嘘でしょ？何？おー、イエス！ウェルカムエビバデ。あ、こういう感じ？あ、そういうのなんや。さあ、始まりました。今夜のクイズショー。メタトン？これ。オープニングからじゃんじゃん飛ばしていくよ。それでは早速、お迎えしましょう。今夜の素敵な回答者です。パチ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 。君は初登場かな。大丈夫、とっても簡単だからね。覚えておくべきルールは一つ、必ず正解を答えること。じゃないと間違えたら死んでもらいます。怖い。メタトンが襲ってきた。なんかアルフィーがすごく申し訳なさげに立ってるんだけど。分析、叫ぶ。大声を出すのはルール違反だ。ルール違反なの？まずはサービス問題から。クイズに正解すると何をもらえる？何をもらえる？次の問題？その通り、正解でーす。クイズ番組は続く。叫ぶのはルール違反なんよね。どうすればいいんやろ。では、商品をどうぞ。王様のフルネームは？アズゴアドリーマー。正解、お見事。君の話ばかりじゃなんだから、そろそろ僕の話でも。ロボットは何でできている？え、何？金属と魔力。ちょっと簡単すぎたかな。さあ、次もサービス問題だ。列車 A と列車 B が同時に A 駅と B 駅を出発しました。A 駅と B 駅の間は 406.36km 離れています。列車 A は B 駅に向かって急ぐ。ちょっと待って、わかんないわかんない。すれ違う。何何何わかんないって。読めないし、まず。待って、回復したい。バビコでとりあえず回復しとこう。でもハエある優秀はそう簡単に勝ち取れない。瓶の中にハエは何匹いる？いや、数えれねえわ。55。わからんって。そんなの絶対正解させる気ないやん次は記憶力のテストです。このモンスターは何でしょう？誰ですか？メタトン、フロギー。いやいや、フロギーやんフロギーやん。自分の体にフロギー書いたから何なんだ。じゃあこれには答えられるかな。あなたはお化けに注意しますか？はい、もちろんしかないやん。素晴らしい答えだ。ほう、ではズバリ聞きます。次の言葉は何文字ですか？いやー、ちょっと待って、わかんないから。なに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 、最初のがわかんなかったから。読んでねえわ読んでねえわ、そんなの読めねえわ。さあ、次はちょっと難しいぞ。恋愛シミュレーションゲーム、キスキスキューティーミュウミュウのヒロイン、ミュウミュウが好きな食べ物は、なに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 、はい、は、あれあれ、困るな、アルフィー。ひょっとして答えを教えてる？なんだ、そういうことなら、こんな問題はどうかな？君には簡単に答えられるはずだ。ドクターアルフィーが密かに思いを寄せている相手は？人間。え、本気でそう思ってるの？随分と思い上がったものだな。いやー、実に面白いね。君は完全に勘違いしてるけど、アルフィーはずっと画面越しに君を守っていた。君がうまくやれば笑顔になり、失敗すれば悲鳴を上げ、ことあるごとにこう囁いた。違う、そっちじゃないよ、反対だってば。確かにこれも愛の形と言えるのかもね。何？まったく、アルフィーが答えを教えちゃうんじゃ、やらせになっちゃうじゃん。
はいはい、カメラ止めて。でも大丈夫、みんな心配しないで。今日は試験放送だからね。次回はもっとドラマチックに、ロマンス要素満載で、バイオレンステンク盛りでお届けします。バイオレンスはちょっとやめてください。それでは皆さんごきげんよう。お、旅立ってったけど、はあ、びっくりしたね。どうなったの？いなくなったけど。最後の問題は、あれは何かの間違いだよ。どういうこと？袋入れのドッグフードが半分空になっている。待って。私の電話番号を教えとくね。そしたら何か困った時も電話で。何？え、何そのガラケー？どこで買ったの？化石？これじゃメールもできないよ。ちょっと待ってね。何？この世界でもガラケーは古いと、スマホをくれるの？はい、アップグレードしてあげたよ。これでメールもアイテムボックスも使えるし、キーホルダー必要かい？ついでにこの世界で人気の SNS にも登録しといたからね。これで私たちリアルに友達だね。へへへ。どうした？ちょっとお手洗い行ってくるね。なるほど。冷蔵庫の中には大量のインスタント麺とソーダが入っている。インスタント麺を取る。取る。インスタント麺を手に入れた。やったね。コンピューターだ。スノーフルのパズルの一つをコントロールしているようだ。スノーフルのパズルって何？あったっけそんなの。ゴミ箱だ。なかなかかわいい。かわいいの？かわいいゴミ箱とか聞いたことないけど。これお手洗いってこと？トイレのマークだ。そうなんや。ドアの向こうで黄色い足がジタバタしている。こっち行ってみよっかな。あ、出た。あれ？おらんくなったよ。あ、この中は何もない。壁の裏には幅1メートルほどの狭いスペースがある。うん、その先は何もないんや。科学の専門書だ。すっかり埃をかぶっている。読めよ。すべての本に人間の歴史とラベルが貼ってある。読む。本を開いてみた。巨大なロボットが美しいエイリアンのプリンセスと戦う漫画だ。何それ。どう見ても史実とは異なる。いろいろなアニメの VHS と DVD だ。全部のラベルに人間の歴史と書いてある。全然中身違うんやろ、どうせ。漫画本。露出度の高い服を着た二人のシェフがエネルギーパンケーキを投げ合ってる意味がわからねえ。すべて人間の歴史やん。醜いアンドロイドがトーストを加えて学校へと急いでいる。なぜ？遅刻しそうなようだ。ああ、待って、流される。そういう感じ。奇妙な機械だ。ピンクのドロドロした物質がシタルタに落ちている。奇妙な機械だ。ピンクのドロドロした物質がシタルタに落ちている。もしかしてこれがさっき問題に出てきた名前忘れたけど、あれなんじゃない？ね、キャラクター、あの女の子の。汚れた白衣がたくさんと清潔のワンピースが一着入っている。野生行きかな？いろいろなモンスターからの手紙だ。フロギー、ライちゃん、ワンボー。どれも封を開けた形跡はない。あ、先生から手紙が返ってこんって言ったやつかな。ピンクの魚のリアスがついたランプだ。電球はついていない。つけろや。素晴らしい発明品。このベッドは使っていない時は箱型になり、絵に描くのがすごく簡単だ。ベッドなんそれ。メタトンの新番組のプロモーション用ポスターだ。僕の夢を叶えてくれてありがとうと書いてある。なるほど。そしてどこへ行ったんだろうか。いないんですけど。え？何異次元ボックス A って。なんか異次元ボックスとか入っとんやけど。て、結局電話番号ないやん。え？あー、びっくり、そういうことか。ほら、電話番号ないやん。どういうこと？ラボ？兄ちゃんが見たら大喜びだ。兄ちゃん SF が大好きだから。特に現実の SF には目がないんだ。現実の SF。ちょっとよくわからないけど。まあいいや、進んでいこう。アルフィーが近況を更新しました。アンラインと人間のバトル、見るの忘れてた。何？なんかツイッター的なも、ツイッター的な SNS の、なんか通知を取るように設定されとるってこと？いいよ、そういう。ある日が近況を更新しました。でも、オンラインは無敵だし、後で話聞こっと。通知がうるさいです。トリマ人間電話して道案内しようっと。トリマじゃねえわ。
とってことはそろそろ電話、電話がかかってくるのかしら。火山ちゃんがフラッと現れた。火山ちゃんやってかわいい。抱きしめたらなんか、燃えそうやん。批判する。励まそう。火山ちゃんを褒めた。火山ちゃんの攻撃がなんで激しくなった。うおー、頑張るぞー。そういう感じ。可愛くなかったんだけど。マジかー。下の方におったらあんま当たらん。火山ちゃんは誇らしげにこちらの周りを更新した。更新しないでください。こっち行ったら戻るってことよね。もうちょっとしたら電話しようっと。電話番号教えられてないのに怖い。怖いよどんどん進んでいきよるよ。全然道案内されてないけど。吹き出す蒸気と歯車の音を聞いて決意がみなぎった。マグマエリア。電話マジ無理。緊張する。なんだ？なんなの？これ何？うお、飛ぶ！すげえ、そういう感じ。積んでる飛行機に行く手を塞がれた。わざとじゃないようだ。やめて。くどく、近くによる。くどく。積んでる飛行機に君とは映画や本の趣味が合いそうと伝えた。ナンパ。変態。変態ではないでしょ、別に。怖い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 。ちょ。積んでる飛行機が翼をぶつけてきた。わざとじゃないふりをしている。積んでる飛行機にウィングレットか可愛いねと伝えた。てかあれどういう状態なんかが全くわからんねんけど怖いよ。ちょめっちゃ怖いんですけど。攻撃が怖いんですけど。積んでる飛行機はこっちを見てすぐにプイッと速攻を向いた。積んでる飛行機にたくましい方向火事だねと伝えた。そのセリフしかないのかよ。いやー無理ー、もう無理ー、怖い。空港の香水売り場の匂いがする。空港の香水売り場とかあるん知らんねえけど。そろそろ逃げれたりとかはしないの？近くによる。積んでる飛行機に近づいた。近づきすぎない程度に。人間ですよ私は。なんか巨大になったんだけど大丈夫。積んでる飛行機に君のタービンは素敵だねと伝えた。なんかちょっとスピードが弱まってない、気のせい。お、もうなんか一周したか。やめてください、攻撃はやめてください。人間なんて嫌い。なんでやねん。ちょっとよくわからないわ、私には。ツンデレ飛行機は得意げにバレルロールを披露した。何バレルロールって。あ、そっか。あ、そういうことか。当たっていいんか、あれは。ツンデレ飛行機はそっけなく頭を振った。近づきすぎない程度に近づいたら、攻撃は受けないということだ。こういう感じね。なんかレベルが上がりよるっぽい感じの。あ、これでもうあれや。大丈夫。オッケー。さあ、進みましょうか。電話番号の最後の一桁押せなくて5分経過なう。かける？かけるよ。本当にかけるよ。怖い、かけられる。こっち行ったらどこ行く？あ、行けるかな。おー、かかってきた。つ？出た瞬間に切られてしまった。なぜ。ね、これレーザーが出よる。あ、もしもし？青いレーザーは。あ、私、アルフィーですけど、元気？青いレーザーじっとしてればダメージ受けないよ。おー、オレンジのは動いてれば、ダメージは、とにかく、オレンジのが来たら止まらずに進んで。じゃあね。止まらずに進む、オッケー。電話したった。前、アンダインから電話来て天気のこと聞かれた時くらい緊張した。なぜ？でもここ地底なのになんで天気聞かれたんだろう。知らねえよ。ああ、動いてしまった。くっ、あー無理ー、無理すぎるー。ちょっと待って、回復したい。てかそろそろあれなんだけど、私回復したいんだけど無理だわ。ああ、もう絶対無理やって、こんなん。
なんだけど、怖い。なにこれ、スイッチ？スイッチだ、押す。レーザーがオフになった。くっそ、こっち側に。あ、人間を道案内するの忘れてた。写真を追加しました。今の私は激写。可愛すぎ。ゴミ箱の写真だ。ピンクのキラキラのフィルターががっつりかけられている。なるほど、スノー的な感じかな。また。アルフィーです。北のドアは鍵がかかってて、右と左のパズルを解かないと開かないよ。右のパズルから解くのがおすすめだよ。つーん。なるほど、右ね。左に行ったわ。ちょ、待って。左。違う。はい、来た。行け。右のパズルを先に解くのがおすすめ。誰なの君たち。会社への道が塞がってるから携帯でメタトの番組見てたよ。特殊効果がすごかったな。あの人間本物かと思ったよ。本物だよ。メタトンか？地霊では一番人気があるスターだよ。ファンクラブの会員が確か30人以上いるって話だ。結構少ないね。パズルの説明してあげたらネタバレになっちゃうかな。説明してくれていいよ。隣のエリアへのドアが開かないからパズルやってみたんだけど、すぐ玉切れになってやり直しになって、同僚二人も手伝ってくれねえし、あいつら仕事行きないんじゃね。ああ、外のが同僚で、これがパズルの説明かな。敵を撃墜せよ。ボックスを動かして弾を打ち込め。ゲーム。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、弾を打ち込め。コングラチュレーションズ。なんかわからんけどクリアしたわ。え、マジで？パズル解けたの？すげえんじゃね？お前オタクじゃね？うるせえ、黙れ。とりあえず解けました。よし、行くぞー。違う。違うんだ。はってことで次は左側。お？あ、アルフィーです。その青いレーザーのところは通れないよね。大丈夫。ここはプロの私に任せて。データベースをハッキングしてオフにしてあげるから。すーん。ありがとう。この人たちもいけないの？ああ、よかった。誰かがレーザーオフにしてくれたみたい。まあでも別に行くとこもないし、ここでブラブラしてよっと。ここで食べてたら、急にあちこちのパズルが作動し始めて、マジやばい。やばすぎて笑う。ああ、学校休みになんないかな。学生か。会社員とか学生とかちゃんとおるんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あとはこの左側のパズルを解いたら北の扉が開くってことか。オッケー、頑張ろう。